痛いっていう言葉がないと痛くないんだって人間も。例えば3歳の子供がね、人間の言葉、日本語、まあもちろんあのペインっていう英語を理解してもいいんだけども、言葉が理解できるぐらいの3歳児ぐらいになったとする。わらびゼンマイわかりますか？3歳児です。分かんない人は隣の人に秋にはなめたけとかね、まいたけとかっていうのも、そういうのも山菜もあるんです。キノコを食べて生き残ろう。まあ山菜に向かって言う言葉ですね、はい、で山菜を大事に育てていく、それってやっぱり奉仕活動ですので、ね、わけのわかんない話ですけど、3歳ぐらいの子供がね、親のすぐ近くで転んだとするでしょう。転んだ、親が駆け寄っていてこう言いますよね。痛くない、痛くない、痛くないよ、痛くないよ、泣いちゃダメよ、こんなことで泣いちゃダメよ。その言葉の中にいくつかキーワードが隠されている。これを痛いと言うんだって学習する。あ、この状態痛いって言うんだな、そしてこのくらいの痛みの時に泣くものなんだなって学習をしてる。痛くない、痛くない、泣いちゃダメよ、泣いちゃダメよって言った瞬間に、実は2つのことを教え込んでるわけ。これを痛いと言うんです。この痛い感覚では男の子でも女の子でも泣くようなレベルなんですって教え込んだ。2歳3歳で子供が転んだ、鼻をすりむいた、全く親が無視をして、はい立って、はい歩いて、はい鼻の頭こすって、お血がにじんでるね、それも結構舐めてみると塩味で美味しいかもよ、ね、あのいちごみたいでとか言いながら、そうやって痛いとかっていう言葉と概念を教え込まないと、子供は永久に痛いっていうのを覚えないわけ。動物には痛いという言葉がないので痛くないんですって。歩くのに不自由だなと思ってるけれども、その折れた骨とおかのシクシクっていう情報が上がってくるのに対して、これを痛いという言葉に置き換えてないから痛くないんだ。その動物学者はね、すっごい奥の深いこと言ってるんだけども、もう全く淡々と、その女子アナが驚いてることがかえってなんか不思議そうな、非常に淡々と喋ってました。私は面白かったですね。痛いっていう言葉に置き換えるから人間は全部痛いって思うんだって。言葉がなかったら痛いって言わない、思わないって。だいたいこの辺がこう、仮にね、ナイフで切った、包丁で切ったとする、そのシクシクっていうこう信号が来ますよね、36回くらい。分かんない人と同じようにシクシクと来る信号は36回くらい、シク36、この目尻にできるシワは36、32本ぐらいですよね、芝32。そんなことはどうでもいいんですけども、ということは私たちは辛いとか悲しいとか嫌だとかっていう言葉を持っていて知ってるから、辛いっていう現象に出会ってるんじゃないですか。そういうなんか自分が辛いと思うような現象に対して全部言葉を置き換えちゃったらどうですか。楽しいって言葉に置き換えちゃったらどうですか。ちょっともう指先をね、怪我して骨が折れてるとか捻挫してるとか、ちょっとこう痛いっていう時に、痛い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 っていうのをやめて、あ、楽しい楽しいっていう言葉に置き換えたら、単なるしくしくっていう現象だけだから、痛いっていう言葉に置き換えるから、痛いというのは幼い頃からこういうものであるという学習をして、痛み中枢に働きかけちゃったから、ああ幸せっていう、指の骨が折れたな、
幸せ、そうすると幸せが出る中枢の方に行くわけですよね。で、なんかおかしいけどとりあえず幸せ脳は混乱するね、木村拓哉ぐらいに混乱するね。木村拓哉のブレインっていう番組で見ると、あれはね、長ゼリフを覚えるの大変だと思いますよ。しかも学者じゃないから。木村拓哉すごいわ、あの内容を全部丸暗記して、役者として本人がその脳の研究してる学者だったら何の台本もなく喋れますよ。彼の場合は何も知らないで台本で喋ってるんだから、あれだけのセリフを全部覚えて喋ってるのすごいですよ、はい、もうその栄養剤になってるものは何なんだってこう考えますよね。多分キムチとタクアンですけどねキムタクです。分かりましたか？分かんないですよ、隣の人に聞いてください。で、一応その自在鍵の話、自在鍵とこまで戻るんですけど自在鍵まで戻らないとその前の話にならないと、その前の話なんかしてたような気がするんですけど、何の話してました？自在鍵の前、ほら、美男美女の話はもう忘れてください。いや、自在鍵の話はもういいのか。大阪の人がそういう事例を一つ、確立してくれたので、一応ね、今日38人の方は、まあ、48人だった。48人の方は初めてなんですけども、一体この虚弱体質で頼りに投げない人は一体何者なんだなんでこんなところに来て出てきて喋ってるのかすごく不思議だと思うんですよ。私もだって不思議だもん。どうしてこんな無名の人の講演会と称するものにこんなたくさんの人が来てみんなニコニコと聞いてるんだっていうのは自分自身でとっても不思議です。で、一応ね、年間100回以上講演をしている人が日本に100人ぐらいおられるんですけども、私も300回講演させられているので、その100人の中に入ります。その100人の中で小林正観がナンバーワンだというのが1個だけあります。使命感のなさ使命感ありません、はい、世の中良くしてやろうとかね、誰かを幸せにしてやろうとかね、悩み苦しみを取り去ってやろうとかって全くありません。そんなものはない。なんで喋りに来てるのって言われるんですけど、呼ばれたからしょうがないし呼ばれたからしょうがないしに言ったのに、いやいや来てるのかって聞かれるんですけど、いやいや来てるわけじゃないんですよ。じゃあ好きで来てるんじゃないですかって、好きで来てるんでもないんですよ。じゃあいやいや来てるんじゃない、いやいや来てるんじゃない人間には好きだ嫌いだの他に3つ目の選択の道っていうのがあって、手もみ選択、足踏み選択、3つ目の選択は全自動選択自分で好きな嫌いだってより分けないで、時間が余ってたら空いてたらはいなんです。でこれをハイレベルという時間が空いてて頼まれて自分にできることだったら、はい分かりましたって言ってやっていく。で例えば100キロの石を持ち上げてくれって言われても持ち上がらないので、それは断ります。ジャンボジェット機をこうロープをつけて歯で引っ張れとか全然私にはできません、はい、多分来ないと思うんですけどね、そんなにこの中で来た人いますか、今までに歯でこうロープでジャンボジェット機を引っ張れとかいないですね。で一応その頼まれた時に、できるかできないか、完全にできないのは分かっていればもうできないんです。で時間があればできることはやるんですけども、でそのできることを、まあ、頼まれ事をやって、そして疲れ果てて死ぬ、これが私の人生の全てですね
ない暮らしをしております。で、一応死ぬ頃には多分トヨタ系の車に乗ってるんだろうなって気はするんですよ。カローラもう疲れてマーク2だわ、うん、そろそろ倒れる頃な自分の時間が全然ないので気分が暗いよねトヨタ系の車ね、ものすごくそれにマッチするよ、ねでトヨタは世も末だし世紀末だしっていうので20世紀の末末になったところでノアっていう車を出したでしょ、うん、最後に救われたい方はこの車に乗りなさいっていう。でみんなノアをこぞって買ったわけです。でノア売れたんです。そしたらトヨタが気持ちよくなって今度はじゃあボクシーだねって言うんでボクシーって車作ってそのうちイエスとかっていうのは出てくる嫌ですよね。そのうちにほっとけほっとけっていうのが出てくるまあいいやそんなことはほっとけほっとけなんですけど。で一応小林政官は頼まれ事が来てる間はしょうがないやるんです。それで疲れ果てて死ぬというだけなので別に人生に夢も希望も持ってるわけではなくて何かをしたいと思って生きてるわけではないんです。何かしたいと思わなくても死ねば結局したい、うん、ですごいことをやってもね結局朝起きてみたら死んでいたっていうこともあるわけでね、マイケルのこと言ってるんですよマイケル・ジャクソンのこと言ってるんですよ。マイケル・ジャクソン驚いたと思いますよ。ある朝起きたら死んでたんですからあの人は自分が死んだことをまだ認識してないと思います、はい、朝起きたら死んでたんですよ自分が、うん、だから家族にあちこち肩を打って肩に手をポンと置いてね、僕はここにいるんだけど分かんないのって言ってこう話しかけてたのに、ところがその霊体がいくら肩に手をポンと置いてもね感じないですよね。で、なんでここにいるんだろうなおかしいなって思ってたと思いますよ丸一日ぐらい、うん、だから一番いいのは病院のベッドの上で医者がこう脈取ってるのが一番いいんですよね。いかにも死にそうじゃないですかね、自分は死ぬのかなって思うでしょ。だったらそこで普通の世界じゃないところ行ったら死んだんだと思いますよね。医者もご臨終ですって言ってくれるじゃないですか。これ死んだんだこれが医者の死んだんだね死後の世界っていうのは私研究していて詳しいんですよ。で死後の世界って帰ってきた人が結構いるんですけど、私の人生の中で今まで死んで心臓が止まってからまた復活して戻ってきた人っていうのは200人ぐらいの人にお会いしたんですけどね、結構面白いですよこの人たちの話が、はい、その話だけでもだいたい朝10ぐらいまでかかるかな、うん、で一応ですね、大学時代に私ね超能力超常現象の研究会に5年ほどいたのでちょっと感情はないんですけど気にしないでいいですちょっと1年ほど余分にいたんです。でそこで超常現象超能力の研究してたんですけどね、2,30 人で例えば高尾山に集まって、てっぺんまで登って、でてっぺんまで登ると大体午前3時ぐらいになるんですけど、それで4時ぐらいまで1時間ぐらいみんなで手つないでなんか UFO を呼ぶとかいう呪文を一生懸命唱えるのに30人いたり、まあ、一回も来たことがないめんどくさいんでしょうね UFO としてはそんな人の
痛いところわざわざ手抜いていく意味はないもんね。はい。で、一応そういうようなこともいろいろ学生時代にバカなことをやっていたんですけど、一応頂上検証高尾山のてっぺんなどに残っていろいろやっていたんです。頂上検証わかんない人と山のてっぺんへ行って手をつないでいろいろやってたんです。頂上現象このしらけてる状況久しぶりに味わってる心地よい弾いていくここで演歌歌ってどうするんだ。あ、もともとね使命感がないから、あのみんなが弾いていこうが何しようが全然変わらないわけで、使命感があってやってるんじゃないんですけど、とりあえずね3番目の言い方っていうのがあって、好きなのか嫌いなのかっていう2つの選択の以外に3つ目の選択なんて、これはさっき全自動選択って言ったやつですけど、3つ目の選択はね、淡々と生きるっていう言い方があるんです。この淡々と生きるっていう道を選んだ男を第三の男と呼ぶ。第三の男には主題曲がある。タンタタンタタンタタン淡々と好きだからやる、嫌いだからやらないという、そういうんではなくて、頼まれてできること、そして時間がある、分かりましたって言ってやっていって、そして疲れ果てて死ぬ、これが人生の全てであるという結論に到達してしまったので、頼まれながらしょうがないなと言いながらやっていく。だからいやいややってるんでもないけれども、喜んでやってるんでもない。はい、ちょっとオリンピックに出てこう、ちょっと投げやりだったりするあのコンピューターを文字変換でこう叩いていてですよ、思いやりを持っていたわることというようなことを文章にするとですね、思いやりを持っていたわるという文字が出てくるんですコンピューターももうちょっと考えられないな状況を全然把握してないんだよ。コンピューターの思いやりって、これはなかなかね優れもんですね、うん、はい、なんか面白いご変化があったら知らせてください明日からまたネタで使いますから、はい、それでね、そのいろいろな超常現象、超能力の研究をしてたんですけどね、超常現象ってなかなか起きないんですよ。で、研究をしてる立場の人間としては、あまりにも超常現象の数が少ないので、もうちょっと面白いジャンルはないかなと思って、こういろんなところを見つめていたら、面白いジャンルがあった、面白い現象がものすごい集中的に集まってるところがあった。どういうジャンルかというと、日常現象。日常現象ってものすごく面白いんですよ。日常現象って皆さんの普通の生活です。そこをそのつもりで見ていると、ものすごく面白いんです、いろんなことが。そして例えばこんなこと私は話しながら咳してますけど、肺結核なんてレベルも高い病気は持ってません持ってるとしても老結核ぐらいですよ肺結核とは遥か遠いところにいますよ、遥か遠いところにいるんですよ。
箕輪はるかっていう人がいて、この人は背景学だったので、この人がはるか遠いところにいるので、ないや。あとで今夜あたり家族の人に聞いてください。わかんないお家について。例えばね、7月11日ってまだ来てませんよね。7月11日の、超常現象生まれ変わりスペシャルっていう番組があるんですって、どっかで北野武史が出てきて、そういう番組があるんですって、7月11日に。で、その番組の中で武史が、すごい映画監督になって名を成すぞってこう予言をしてる本があるんですよね、10年前に。で、その本を番組の中で紹介してっていう話なんですけどね、その本の名前が生きる大事死ぬ大事って言うんです。でその本の著者は小林正観っていう。でなんか番組でその本を取り上げたいっていうので、取り上げるかどうか分かりませんけど、まあ取り下げてもいいやって。でなるべくあの本の内容を紹介するのはいいけど、小林正観の名前はあまり出さないようにっていう申し入れをしたので、有名人になりたくないのでね、とにかく本の中の中身を紹介するのはいいけど、小林正観という人がとかっていうのを言われたくない。私はその辺でラーメン食べていたいわけで、細々とスターバックスの170のコーヒー飲んでいたいわけで、小林正観が380のラーメン食べていたとか言われたくないの、ほんといてちょうだい。そんななので一応あまり名前出さないで内容紹介するのはいいけど、で武志が、秀吉の生まれ変わりなんです。で面白いことにね、木下藤吉郎っていうのも本名ですけどね、木下 K でしょ、藤吉郎 T でしょ、 KT ですよね、北野武志っていう名前をちゃんと選ぶわけですね、この状態で。秀吉の志の字で名前が終わっていて、武志の志の字で名前が終わっていてっていうように、いろんなところに共通項を設定している。それで軍団なんていうのを持っているでしょ、本人は殿なんていうのを呼ばれてるでしょ、で古文が一国一城の主になったりするでしょ、もう全く同じような人生をたどるんですよ、はい、だから武志は秀吉の生まれ変わり、まあ、天下を取った、お笑いで天下を取った。でその本筋とは別なところでだんだん文化的なものに傾斜をしていってっていうのは、秀吉と全く同じ状況をたどっていくわけですけどね。まあその秀吉の生まれ変わりだとは書いてないんですけど、とりあえず映画監督ですごい名を成す人になるっていうのは10年前に言ってることなので、全くぴったり当たってるわけですけど、でなんかそれを番組のスタッフが手にその本を手に入れたので、たけしに話をして、じゃあそれを取り上げようってことになったらしい。